トンカ事件。トンカ事件とは1945年8月27日に満州国吉林省トンカ、現吉林省延辺町専属自治州トンカ市で、ソ連軍によって連日にわたり集団強姦され続けていた、日万パルプ製造、王子製紙市外社加工場の女性社員や家族が集団自決した事件。日万パルプ事件とも呼称される。 事件の現場となった日万パルプ製造トンカ工場は、1934年に、王子製紙が、トンカ県城南門外ボタン交差岩、トンカ郊外5キロに設立した工場である。工場に隣接して設置された、社宅地は、高さ4.5メートルのレンガ壁で覆われた2万坪の、敷地内に壮麗な造りの社宅と、福利構成のためのクラブなどが設けられており、 日本人職員とその家族二百六十人が暮らしていた。また、トンカ市内には二千人の関東軍守備隊の駐屯地があり、終戦当時にはトンカ北部の山地に築城し、ソ連軍の侵攻を食い止めようと備えていた。九百四十五年八月九日未明に突如として、ソビート連邦が満州国に侵攻し、トンカに近い東部国境付近では関東軍、 満州国軍がソ連軍と交戦していたが、工場や頓下市内では、満人や朝鮮人の態度も変わること口案が保たれたままであった。8月15日に敗戦を迎えた後も、工場の万人や朝鮮人従業員は変わることはなかったが、頓下市内では、満人や朝鮮人の一部による略奪、放火、日本人女性への暴行が割れるようになった。8月17日、 トンカ郊外で陣地を築いていたトンカ守備隊は、工場に資材を取りに来て、初めて終戦を知った。8月19日、ソ連軍がトンカ市内に進駐してきたため、トンカ守備隊は降伏支部総解除された。8月22日、ソ連軍は、日万パルク製造トンカ工場に進駐した。ソ連軍は、社宅に侵入すると1時間以内に、社宅の一角を引き渡すよう要求した。 ソ連兵はすぐにホテルレストランを兼ねた、壮麗な作りのクラブに引き付けられていった。ソ連兵は、クラブ従業員の女性二人を引きずり出すと、ジープで車宅から連れ去った。数時間後に拉致された女性が、ボロボロになって車宅に帰ってきたが、もう一人の若い娘は交換された後に、ボタン港に流され行方不明となった。8月25日、ソビエト軍は、 男性全員を集合させると10キロほど離れたところにある飛行場の近くの湿地に連行し、浮女子は独身寮に集められた。170人ほどの浮女子は15、6人ずつに分けられ、監禁されることとなった。夜になると、ソ連兵300人余りが独身寮に移ってくるとともに、短期間銃を乱射する頻度が夜が吹けるにつれて増えていっ、女性たちは、 夜が明けることを祈りながら、一晩中恐怖と戦っていた。八月二十六日夜明け、酒に酔ったソ連兵たちは短期間銃を空に乱射しながら女性たちが監禁されている各部屋に乱入すると、女性たちの顎をつかみかを確認しながら、気に入った女性たちを連れて行こうとした。女性たちは金品を渡したり、許しを懇願したが聞き入れられず、次々に引きずり出されていった。 各部屋からは女性たちの悲痛な叫びが溢れたが、ソ連兵は構うことなく短期間銃を乱射し続けていた。このため、女性たちは頭を丸坊主にしたり、顔に墨を塗るなどしたが、ソ連兵による交換は朝になっても収まることはなく、部屋に乱入すると女性たちの胸部をまさぐるなどして、気に入った女性たちを何度も連行していった。社宅と兵を隔てた工場に残されていた。 男性社員たちは、社宅の一変を察知すると、ソ連兵の監視をかいくぐり兵を乗り越え社宅に潜入したが、厳重な警戒が敷かれている独身寮には近づくことが出なかった。ソ連兵たちは老跡を続けるうちに、女性たちの部屋の廊下に監視兵を置くようになったため、ご苦情や食事もままならないようになった。女性たちは、自身の置かれている状況や絶え間ない銃声から、 すでに男性社員たちは皆殺しにあったのではないかと考えるようになった。ソ連兵による女性たちへの昼夜にわたる暴行は8月27日の深夜になっても収まることはなかった。このため28人の婦女子が集められていた部屋では自決をするべきか議論がなされるようになった。議論中にもソ連兵の乱入があり、臨室からも女性たちの悲鳴や 殺してくださいなどの叫び声が聞こえてきたため、自決することに異論が決した。隠し持っていた青酸カリが配られ全員が自決を、はかり、23人が死亡、5人が死にきれずに生き残った。他の部屋では、ソ連兵に引きずり出される時に、カミソリで自殺を図った女性もいた。8月27日早朝、ソ連兵が集団自決を発見し、 将校に報告されると各部屋には、ソ連兵の見張りがつけられ、女性たちは外を見ることを禁じられ、遺体はどこかへ運び去られた。責任を問われることを恐れたソ連軍将校によって、これ以上の暴行は中止されることとなった。その日のうちに、女性たちは、男性社員が野宿させられている、飛行場のそばの湿地に連行された。その後、8月末までは、 湿地や飛行場で待機させられ、シベリアに連行される日本軍部隊から、密かに食料毛布などを分けてもらうなどしていたが、ボタン交代岩の熊本県開拓団の小学校に移されると、毎日のようにソ連軍による略奪が行われ、女性を裸にしてまであらゆるものを奪い去っていった。一切のものを奪われたため、男性社員たちは町に出て、 材木運びなどの労働に出てわずかな賃金を稼ぐことで命をつなぐこととなった。また、ソ連へ、戦利品として工場設備から列車の線路に至るすべてのものを持ち去るための解体作業を昼夜にわたって行わされた。その後、トンカ市内の旧軍人会館に移転させられたが、冬が訪れると上と寒さと発信チフスのために87人が死亡した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。